院長5年目、速稼塾の久保です。今日はね、都構想についてちょっと私の見解をお話ししようかと思います。二重行政を解消するというスタートラインで始まった都構想なんですけども、私はね、この二重行政を解消するってところは実はね、大きく反対なんですよ。以前はね、そっちの方がいいかなと思って、広島市も広島県と二重行政の部分があるんで、まあ、あの県と市を統一して、その分ね、公務員さん減らせれば結構ね、税金も浮くんじゃないかなと思ってたんですよ。で、ここが大きな間違いだったんですよね。というのがね、国とか地方自治体の運営って税金でなされていないってことなんですよ。もっと言ったら税金は必要ないってことですよね。これね、細かいこと言ったら話が長くなるんで、今日はね、ざっくりとお話しさせていただきます。税金がなくても国っていうのは、地方自治体っていうのは国債で賄えるんですよね、その運営が。で、国債で全部賄ってしまえばいいわけなんですよ、はっきり言ってね。でも国債だけで賄って税金とか、まあ、国民の労働ってものがなくなると何が起きるかっていうと、商品が生産されなくなってきたりとか、食品が流通しなくなったりとかね、それからトラックの運転手、タクシーの運転手さん、みんないなくなるんですよ。今ベーシックインカムって制度がちょっとね、また出てきましたけども、じゃあ国民全員に十分に暮らしていけるぐらいの月給が自動的に与えられたらどうなるかってことなんですよ。これほとんどの人はやっぱりね、働かなくなります。おそらく無理して働かなくなります。そうなるとね、おそらくですけども、一部は一生懸命働く人いるんですよ。でもスーパーで働く人が今までのように十分確保できるかってことになってきます。だって時給800円とか900円で一生懸命働いていらっしゃる方が、それこそね、月に10万円の所得を目指して朝起きて夕方まで働く、フルタイムでパートさんとかやっていく、こういうのがあるから、少ない従業員さん、少ない社員さんがパートさんをね、教育したり、それから働いてもらったりとかして、シフトが完成して低価格な商品をたくさん出すことができるんですよね。でも今勤務してらっしゃるパートさんが全部ベーシックインカムで、もう働きに行かなくても、もう夫婦で家族で楽しく過ごせば、お金は毎月毎月少し残るよってことになったら、まあね、今まで通り働きに行かなくなると思うんですよ。で、生産者はやっぱり企業とかはね、人手が足りなくなるんで、かなり高額な報酬で人を雇おうとします。でもそもそも誰もね、お金に困ってないんで、働くってことの意義、お金を稼ぐって意義を忘れてやらなくなるんですよね。そうなるとどうなるかっていうと、生産するものがすごく少なくなります。どんどん少なくなります。だって働いてそれを作ったりとか、作ったものを店頭に並べたりとか、トラックで運んだり、セールスするマネキンさんとかいなくなりますからね。で、相当な高い報酬でその仕事をやらせようと思うと、今度は倍価に跳ね返ってくるじゃないですか、ウイネにね。そうするとさすがにベーシックインカムが月にね、30万とか50万もらえたとしても、パン1個が1万2000円ですとかになってきた、その驚愕なインフレでですね、買えなくなっちゃうんですよ。で、結局そのベーシックインカムが、例えば1人当たり30万とか50万あっても暮らしていけないわってことになります。これが非常に単純な仕組みじゃないですかね。で、そういうのを抑制するために、ベーシックインカムが十分あっちゃいけないんですよ。ベーシックインカムは例えばね、毎月3万とか5万とか、多くても10万とかに抑えておいて、ベーシックインカムだけじゃなかなかやっていけないよねっていうふうにして、まあ足りない部分はちょっと働きに行こうかっていうふうにしないと、やっぱりバランス取れていかないと思うんですよ。まあでもそうなるとね、今よりもどちらにしてもベーシックインカムをやればですよ、国民全員の総労働時間が減ります。総労働時間が減るってことは、商品の生産とか流通とか販売が、その数が減るってことなんですよ。そうなると数が減れば価格は上がってきますよね。だって一つの商品があって、それをたくさんの人が欲しいと思うわけですよ。今まで店頭にロスが出るくらい、余るぐらいに並んでたものが、ちょっと足りないぐらいの陳列しかできなくなるんですよ。そうなると10人のお客さんが8個の商品を取り合うようになります。値下げとかポイントとか店舗は必要なくなります。店は今までずっとね、値引きロスとかをやっていたんですよ。廃棄ロスとかそれをやらなくなります。利益は出るようになりますよね。でも商品の価格を下げた途端に商品足りなくなっちゃうんで、で従業員さんもあんまり確保できなくってね、働くのが間に合わなくなっちゃう、生産とか加工が間に合わなくなっちゃうんで、価格は下げない傾向にあります。だからインフレっていうのがどんどん起きてくるんですよ。このインフレ率と、人が働かずに、なるべく働かずに、最小限の所得でなんとか頑張っていこうとする、このバランスを取ろうとするとですね、やっぱりそのインフレ率は 2% とか、高くても 5% ぐらいに落ち着くんじゃないかなっていうふうな試算があるのは確かだと思うんですよ。で、私も自分でやったことはないですけども、大体そんなもんじゃないのと思いました。で、国債の発行と我々の生産とか消費っていうののバランスが、大体毎年毎年 2% とか 3% でこうやって推移していけば、
消費も拡大する。で、国債発行額も拡大する。財政も拡大していく。GDP も拡大していく。その GDP の拡大が一気にドーンってなったら、さすがに供給のバランスが追いつかないんで、一気にインフレが起きちゃいますけども、インフレ率がね、20% とか 30% になって収拾つかなくなります。それこそ円の信任は得られなくなりますけども、でもね、わずかながらのインフレだっていうことだったら、健全な国家運営になってくると思うんですよ。特にこれから人が減っていくわけですよね。人が減るのに生産する、要するに働く人は自動的に減るわけですよ。そうなった時に、ベーシックインカムも何もしてない、国債発行を増やしたわけでもないのに、もうね、会社っていうのは人を集めるのが困難になってきて、もっと高い給料で人を雇わないといけなくなってくるんですよ。そうすると商品の値段って上がってきますよ。トラックの運転手の時給も上げないと、日当とか上げていかないとね、もうそもそも人がいないんで、20代30代になってあんまりいないから確保できないんですよね。そうなると60代70代の方からも人を引っ張ってこないといけないとなると、健康管理とか、それから十分な保障とかっていうのをつける、要するに人材コストが上がるわけですよね。人材コスト上がれば当然売価にも跳ね返ってきて、私たち国民は今まで通りの価格で買えなくなる恐れがあります。そういうふうな複雑なことがあってね、私はね、そのベーシックインカムを本当に支持はするんですけども、その金額について、そしてどの社会保障をなくすかによってはものすごく難しいテストをしていかないといけないのかなと思いますし、さまざまなベーシックインカムの形っていうのを模索しなくてはいけないんじゃないかなと思いますね。だからベーシックインカムって、今年ね、年間10万円のベーシックインカムは実現したと思いますよ。年間10万円ね、特別定額給付金10万円もらったじゃないですか。で、これを来年も1年間トータルで10万とかっていうのを出したらどうかっていうところとかをやってくれればいいなと思うんですけど、分かりませんね。でもどうですかね、もう国民全員に毎月3万円配ってみたらどうかなと思いますよね。もしくは消費税をなくしてしまえば、1割所得を上げてあげたのと同じ効果が得れますんで、それだけでね、デフレを脱却してインフレに向かうと思うんですけどね。この減税っていう最も単純なことをやれば、誰も傷つかずに、誰も損せずに、ものすごくうまく国の状態っていうのは変わっていくと思うんですけども、なかなかね。で、繰り返し申し上げますけども、この国債っていうのは国の借金という言い方しますけども、私はその概念も違うと思うんですよ。これは財政出動した記録を書いてるだけで、特にね、誰から誰に借金したってものではないと私は思うんですよ。これは国債残高なんていくら増えても全く問題なくって、例えば10年国債っていうのが満期になったら、新しい10年国債を作って買い取ってるだけ、入れ替えてるだけなんですよね。ですんで、こんなんね、国債なんていうのは60年国債っていうのが議論されてましたけども、なんかね、1000年国債とか作ってしまえばいいんじゃないですかね。1000年国債を買うとね、例えば私が1000年国債を買うじゃないですか、100万で。さあ、毎年配当が 1% つくみたいなね、こんなのやってくれたらすごくいいなと思うんですよ。お金持ちはこぞって国債を買います。お金持ちになって国債を買います。そうすると最も固い資産運用ができますよね。で、国債が減るとその利息が受け取れないから、国債を減らすなーってなりますよね。国債を減らすなーってなると、国債を減らそうなんていう風なね、国債の返済なんていうのは予算に組み込まれなくなりますから、ますますいいんじゃないですかね。だいたい国債を返さないといけないっていう風に勘違いしてるのはなんでなんでしょうね。私も勘違いしてましたけどもね、国債がだから国民一人当たり800万900万の借金だっていうふうな言った人ね、責任取ってほしいなと思いますよ。最近でしたら池上さんとかね、辛坊治郎とか、なんかその発信力のある人に限って、言わされてるのか、本当に勘違いしてるのか分かんないですけども、トンチンカンなこと言ってるなと思いますよね。で、今まではそのインターネットがなくて情報が限られていたんで、そういうの確かめようがなかったんですけども、今の時代ね、どんなとこからも詳細な資料が検索してダウンロードできますんで、もうね、騙されないぞって感じです。一人一人がもう検証できちゃうんで、すごくいい時代になったなと思いますよね。ただね、今までの慣習とか今までの思い込みを脱却できない人がまだね、多数いる限り、60代以上とか70代以上にいる限りは、なかなかね、今すぐにこの思想の変換っていうのは、財政上のね、思考の変換っていうのはできないんだろうなと思いますよね。でも諦めてちゃう話にならないんで、それでもね、分かってくださる方はいるんで、発信し続けることでね、気づいてもらうってことを繰り返さないといけないかなと思います。三橋隆明さんっていうのはよくされてますけどもね、だからああいう人に続かないといけないかなと思いますね、私たちも。はい、ということでございます。じゃあ都構想の話しましたっけ。都構想の話しないといけないんだ。じゃあ都構想はね、
二重行政は解消しなくていいってことなんですよ。二重行政解消したら、予算規模が縮小して何にもいいことないですよ。だから予算は膨らませないといけないんですよ。で、税金なんて無駄はないんで、何でもかんでも膨らませばいいんですよ。で、公務員になりたいっていう人は全員公務員になれるみたいなね、そんな仕組みになっていけばいいんじゃないですか。うん、もちろん定員は決めないといけないと思いますけどね。あれだったら学校の先生みたいな公務員っていらっしゃるんですよね。学校の先生多分公務員の方が多いと思うんですけども、あの辺もね、今3倍とかなんとかっていう風な倍率だったですかね。あの辺もなんか工夫できるんじゃないかな。まあ結論ね、大阪都構想は、うん、まあね、大阪都構想というよりも都構想でも何でもないですね。今回のは大阪市消滅計画ですね。大阪市をなくしましょうという計画ですよ。これ賛成するのは何なんだろうなと思いますけどね。以前は私も賛成でしたけども、まあ今は考え方がだいぶ変わって、大阪都構想ね、それは大阪市民の方、まあ賢い選択すればいいんじゃないですか。ただこれ本当に大阪市がなくなると、うん、もう終わりじゃないですかね、うん、もうこの日本という国自体がね、もうまあね、終わり終わりって言って終わってないんですけども、まあ、大阪市がなくなったら大阪市にお住まいの方は悲惨な人生が始まると思います。じゃあ以上です。